おはようございます。あるいはこんにちは。時刻は10時です。旭川サンホテルを出発します。今日はのんびりした出発ですね。爆睡しておりました。久しぶりのベッドは快適すぎるよ。そうですね。おかげさまで疲労回復することができました。それは良かったです。今日はどこ行くんですか？今日から稚内を目指して北上しようと考えておりました。ついに最北を目指すんですね。そうでやんす。でも今日から2日間はお昼から雨の予報なんだよね。それなら旭川のホテルでもう2泊しませんか？旭山動物園に行ったりラーメン巡りしたいです。ホテル泊も考えたけど土曜日だからホテルはどこも満室でした。週末は来るんですね。さすが観光地といったところですね。そうだね。ということで今日はラーメンを食べて早めに快活に逃げ込みましょう。ということで旭川ラーメン村にやってきたよ。わーい、ラーメンだ。複数のラーメン店が出店してるっぽいので美味しそうなラーメン屋さんを探しましょう。かしこまり。ここのラーメンが美味しそうです。西条の極小麺ですね。シンプルな醤油ラーメンですがなぜか引き寄せられる看板ですね。美味しそうです。ここでいい？ここにしましょう。では、入店入店。やってきました、極小麺です。真っ黒なスープですね。濃い味の醤油ラーメンなんでしょうか？楽しみだね。ではでは、いただきます。ペロリ。うめぇ。真っ黒なスープで濃いめのスープだと思いきやあっさりで、どこか懐かしさを感じる醤油スープです。一口すると次から次へとスープを口に運んでしまう、不思議な魅力があります。気がついたら、スープも全部飲み干しちゃいました。麺は全粒粉を使用しているそうですが、個人的にはイマイチでした。とてももちもちしていてスープによく絡むんですが、シコシコさが足りないんです。口の中でボソボソになる麺の食感は残念でした。なぜ全粒粉の麺を使用しているのか謎でした。麺はイマイチだったけど、スープはうまかったぜ。ラーメンを食べた後は雨を回避するため、快活クラブへ移動したよ。7日目のツーリングはこれにて終了です。おはようございます。時刻は9時です。本日は朝から雨予報でしたが雨が降ってないので北上するよ。でもお昼過ぎから大雨っぽいので少しだけ移動です。ここはどこですか？ここは JR 北海道宗谷本線のピップ駅です。ピップ？そうです。こちらのピップ駅は磁気の力で肩こりを解消する某商品の CM 撮影地だったんです。へえ。駅舎内にはお土産コーナーやカフェが併設されていて綺麗でした。意外にも多くの観光客が来ていて驚きました。磁気の力の聖地だね。駅名板も味わい深い重厚な作りです。ピップ駅は南ピップ駅と北ピップ駅に挟まれてましたが両駅の廃止に伴い現在は北長山とランルに変更されてるね。ランルですか？なんかマクドナルドの聖地っぽい名前ですね。ランランルー。ピップ駅を出発します。駅は綺麗でしたが駅前はシャッターだらけですね。そうだね。かつてはそれなりに商店が存在してたみたいだね。国道40号を利用して北上していきます。北海道らしい直線道路ですね。晴れてるんですけど本当に雨降るんですか？お昼過ぎから雷を伴う大雨予報だけどなんか雨が降りそうな空模様ではないよね。天気予報外れたんじゃないですか？雨が降らないなら嬉しいことこの上ないんですが、今日はホテルを予約してしまったので雨が降ってくれた方がホテルを取って得した気分になります。現金のやつだな。市別までやってきました。国道40号をずっと走っただけでしたね。直線が多く走りやすい道路でした。市別って漢字は違いますが同じ読みの地名が等々にありますよね。市別だね。確かに同じ読みだね。広い北海道に同じ読みの地名があるのは面白いね。今日はどこまで行くんですか？市別です。どっちのだよ？道の駅羊の町侍市別で休憩するよ。綺麗な道の駅ですね。2021年にオープンしたそうです。なぜ侍なのかは謎ですが12秒かな。それはですね、市別と市別を区別するためだそうですよ。侍の由来を詳しく。市別の市が武士の市に使われているので武士から侍へと脳内変換され命名されたそうです。武士が土地に全く関係してなくて草羊の種別と鮭の種別でいいと思います。ラム肉の串焼きを買いました。わーい、ラムだっちゃ。種別は羊推しだから食べておこうね。いただきます。パックンチョ。うまいっちゃ。ラム肉の臭みが全然なく牛肉みたいです。でも牛肉と違って脂がサラッとしていてくどさがないです。パクパク食べられちゃいます。あと玉ねぎが甘い。ラム肉と言われないと気づかないほど癖がなく美味しいお肉でした。
館内のレストランでは鉄板焼きのハンバーグなどもあり、食事に力を入れた道の駅みたいでした。出発します。来た道を戻ってますが、どこ行くんですか？今日はこのままホテルに向かいます。本当に標津が今日の目的地だったんですね。そうだよ。12時30分ですけど、早くないですか？雨が気になりますし、お寿司温泉があるからチェックインまで温泉に入ってようと思います。たまには温泉に入ってのんびり過ごすのもいいですね。そういうこと。こちらが本日のお宿、美しの湯温泉です。標津の市街地にあって買い出しに便利ですね。そうだね。そしてこのホテルはライダーにぴったりのプランがあり、朝食付きのカプセルホテルがあります。これは便利ですね。おいくらなんですか？4500円です。なかなかリーズナブルですね。温泉に入ってまったり過ごしましょう。おはようございます。朝はバイキングで好きなご飯を食べました。朝からがっつり食べますね。ここの朝食とても美味しいです。特にカレーが伊藤増しです。なんと牛すじ煮込みカレーなんです。お肉がトロトロで牛肉の味わいがルーに溶け込んでますね。大満足です。9時に美しの湯温泉を出発。昨日は夕方から大雨でしたね。宿を取って正解でした。今日は雨が降らない予報だから、一気に稚内に行くよ。ついに最北に向かうんですね。黒い雲多いんですが、本当に雨降らないんですか？天気予報を信じましょう。ところで稚内にはどのルートで行くんですか？やっぱりオロロンラインを走って、おとん類イエーイとかするんですか？今回は国道40号を走って、内部から稚内に行ってみるよ。初めてのルートだから楽しみだね。新規開拓はいいですね。でも今回のツーリングでは、ほとんど海沿い走ってないですね。少し寂しいです。海沿いは過去にたくさん走ったからね。新しい場所を走るとなるとどうしても内陸部が増えるんだよ。そのうち海沿いも走るから待ってておくれ。名寄までやってきました。道の駅があるので、ここで少し休憩しましょう。9時30分ですが、車多いですね。人気の道の駅なんですかね？わかりません。でも車が多いと人を引き寄せる名物がありそうだね。楽しみです。道の駅もち米の里名寄の館内です。こちらのソフト大福が人気らしく、人が群がっていました。名寄は、もち米の作付け面積が日本一みたいですよ。なるほど、だからもち米の里を豪語しているんだね。ということでソフト大福を買ってみました。私大福にはうるさいですよ。何せずんだ餅を愛する麗しき17歳ですからね。ここは忖度なしの辛口評価を下しますね。パクリ。ふう、大したことないですね。強がるなよ、正直に言ってごらん。うめえ。何ですかこの皮、とてももち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 しています。まるで私の太ももみたいです。ほほう。さらに驚かされたのはこのあんです。メロン味を食べてみましたが、白あんをメロンの果肉っぽく着色するだけでなく、しっかりとメロンの風味がします。ジューシーなメロン果汁が鼻から抜けていきます。なぜこの大福が全国区じゃないのか疑問に感じます。それくらい完成度の高い大福です。確かにもちもちの皮でとても美味しいですし、色合いもとても綺麗です。甘すぎないのもポイント高いですね。北海道物産展の商品にぜひともラインナップしてほしいです。稚内目指して出発。ソフト大福美味しかったですね。うむ、お土産にしたかったです。どうやらオンライン販売もしてるそうですよ。ソフト大福のブームが来るな。来るといいですね。ここからは名寄ビスカ道路を利用して一気にビスカに向かうよ。これは無料高速ですか？イーゴという高速道路ナンバリングが割り振られているので高速道路に分類されると思います。でもバイパス道路といった方がしっくりくるかもしれないね。ちなみに稚内まであとどれくらいですか？残り175キロでございます。走り続ければ2時間ちょっとで稚内に着きそうですね。そんなに急いでないから寄り道もしてのんびり行こう。終点のビスカ北インターからは再度国道40号を利用して北上するよ。地図を見るとわかるんですが、この国道40号ってずっと線路に沿った道路なんですね。右側の線路は宗谷本線ですね。最北に向かう鉄道と並んで北上してるんだね。電車と競争ですね。いや競ってないけど。でもまっすぐな道路なので競争したくなりますね。北上するにつれて遮るものがなくなり、まっすぐな道になったという感じかな。道の駅ビスカを通過します。ここはキャンプ場と温泉が併設されていてとても便利です。キャンプしたことないけど、うふふ。晴れていればここでキャンプするのもいいですね。トロッコ王国や朱鞠内湖の観光もしたいです。そうだね。でもトロッコ王国は値段が高かったり、朱鞠内湖は意外と遠いという記憶があります。行ったことあるんですね。過去に行きました。
雨の中トロッコに乗って朱鞠内湖でキャンプしました。雨の中のキャンプって記憶に残りますね。辛かった思い出。おといネップまで来たよ。北海道で最も人口が少ない村ですね。現在は人口700人を切ったそうです。有名な地名なのに人口少ないんだね。意外ですね。お、第一村人発見。子供たちでしたね。まだ村消滅はなさそうだね。道の駅おといネップで休憩するよ。11時を過ぎたので早めのお昼したいです。合点承知のすけ。おといネップ名物黒いそばです。やったー。おといネップといえばこれですよね。そうです、これが食べてみたかったんです。過去に2回ほどおといネップ駅の時は県に行ったんですが、店主の体調不良で食べれなかったんです。その後に時は県が閉店してしまったのですが、こちらの道の駅のレストラン天北流で食べられるとのことで、ついに念願叶いました。うれぴー、念願叶ってよかったですね。最初で最後のおといネップそばをしっかり味わいましょう。最後？そうです。黒いそばを製造している畠山製麺が8月で製造終了して廃業するんですよ。味が変わって評判を下げたくないという理由で継承は断ったそうなので、おといネップそばは事実上消滅するんです。そうだったのか。おといネップの代名詞がなくなるのは寂しいですが、観光資源として活用する努力を怠ったから最後の一社だけになったのかな。小さな村ですし、若者の都会移動や地元の高齢化で産業の衰退は起こりうることですしね。歴史ある一杯をありがたくいただきましょう。いただきます。シェルリプハー。そばの香りがすごい。そばを口に入れただけでそばの香りが口内を満たし、そばを噛んだ瞬間に麺からそばの香りが吹き出してきます。これが香りの二重爆弾だ。そばの香りがガツンとくる素敵な一杯でした。出汁は甘めで少し濃い感じでしたが、これは濃いめの味付けが好まれる寒い地域特有の味付けかなと思いました。おといネップを出発します。おといネップそば食べれてよかったですね。大変満足しております。国道40号と宗谷本線と弟子岡の三宿見の並走を眺めながら走っていこう。ここからは山間部を走るみたいですね。ずっと平地を走ってたので少し新鮮な気分ですね。おや、あれ、雨降ってきましたね。天気予報雨降らないんじゃなかったでしたか。これは雨と呼ぶほどでもない、ただの水滴ですよ。うふふ。早めにカッパ来ましょうよ。どうせ外れる予報天気見たんだろ。大丈夫大丈夫、ダウンロード数は正義です。ほら路面も濡れてきましたし、びしょ濡れになる前にカッパ来ましょうよ。これはおそらく雨を追いかけながら移動しているね。この雨は雨雲の最後の握りっぺだから、このペースで移動すれば雨に降られることはない。なんてライダーって意地でもカッパ来たがらないんですかね。ねえねえ、今どんな気持ち。ヤフーのアホ。これは雨雲に突っ込みましたね。だから早めにカッパ来ようって言ったじゃないですか。負けた。天気予報を当てにしないで現状を冷静に受け入れてくださいね。雨が降らなくてもカッパを着て走るのは恥ではないですからね。はい、反省します。ちょうどいい場所があったのでカッパ着ます。よろしい。カッパあるある。カッパを着ると雨が弱くなる、あると思います。いいことじゃないですか。そうなんだけどね。そして雨が降らなくなる。雨止みましたね。路面も濡れてないし、一部だけの雨だったね。カッパしまうのめんどくさい。カッパのままでもいいんじゃないですか。暑いよりは涼しい気温ですしね。このままで走るか。幌延町まで来ました。ここからは幌富バイパスを利用するよ。無料高速ですね。こちらも E5 のナンバリングが付与されていますね。名寄ビフカ道路と同じですね。ほんとだね。将来的につなげるのが目標なんじゃないかな。知らんけど。あれれ、前方のトラック路肩に寄ったよ。アクシデントかな。もしかして道を譲ってくれてるんじゃないですか。いいの？ローカルルール的に OK なんじゃないですか。優しさに感謝しましょう。ありがとう。終点の豊富田インターからまたまた国道40号を利用します。国道40号長いですね。旭川から稚内までつながってるよ。すごい。ここでカッパを脱ごう。パーキングシェルターですね。実に北海道らしい建物ですね。わかる。そしていよいよ日本最北の稚内に突入。ついに稚内まで来ましたね。そうだね。稚内に来るとここまで来たなって達成感が毎回溢れてくるね。日本最北ですからね。自然と高揚感は溢れてきますね。ここが日本のザナルカンドだぜ。それはちょっと大げさなのでは。
いやでも最北ですし、最果てですし、自然とザナルカンドなイメージが浮かんでくるんだよ。わからなくもないですね。でしょ、宗谷岬に行ったらティーダごっこしようね。恥ずかしいのでお断りします。稚内市街地まで来ました。なんか風がめちゃ強いっす。目の前が海なので風が直に吹っ込んでくるんですかね。これはテント設営するの大変そうだな。ホテルなら風を気にせずに泊まれますよ。しょうがないな。ちょっとホテルに立ち寄って空き状況を見てみるか。やったー。はい、ホテルの空き状況を確認しよう。あ、レッドバロン。バイクを安心して止めることができるからね。便利です。部屋の空きあるんですかね。個室は厳しいかもだけど、大部屋は空いてんじゃないかな。満室だったらキャンプ場に行こう。空いててくれー。本日の寝床ゲットだぜ。やったぜ。個室は満室でしたが、大部屋がガラガラでした。実質個室です。料金はいくらなんですか？レッドバロンの会員なら1870円です。リーズナブルですね。会員ならお得だね。さらにシャワー洗濯が無料で、雨の日はブーツの乾燥機も無料で使用できます。あとはバイクの洗車も無料でできちゃいます。ライダーに至れり尽くせりですね。ってことでバイクを洗車しました。大北到達記念にバイクを洗車ですね。バイクも喜んでおります。 MT-01、ここまでお疲れ様だぜ。晩ご飯を作るよ。立派な台所ですね。自炊に必要なものは一通り揃っているから便利だね。完成しました。本日は南富良野で買ったレトルトカレーとジャガバターサロマ湖で買ったホタテの燻製です。美味しそうです。それでは最北到達を記念して乾杯。乾杯。このカレーチーズが溶け込んでて美味しいです。それはよかった。明日は稚内を走り回ろうね。楽しみですね。本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。今回の走行距離です。3日間で 255.1km 走りました。天気に悩まされてあまり観光せずに稚内に来ました。雨がなければキャンプをしながら東北を北上したかったですね。それでは次回の投稿をお待ちください。